ただいま。あの、リトルリリカルだっけ？お前の知り合いだっていう子たちは無事にご家族のところまで送り届けてきたぞ。あ、お帰りなさい、ノエムちゃん。帰りが遅かったから心配したよ。何かあったの？大丈夫だった？うん、ラジラジが復調してくれたおかげで空間跳躍が使えたしな。罠を警戒してちょっと遠い場所に瞬間移動してから徒歩で町まで行ったし、ついでにあちこち調べてきたから時間がかかっちゃったけど、とりあえず今のところ町の様子に変化はなかったぞ。とはいえあれだけ大規模な軍事行動があったんだ。みんななんとなく不安そうにしてたな。そっか、今まで平和な時代が長く続いてたし、兵隊さんが大行進してるだけで何事だって思っちゃうよね。うん、あ、それよりもお前たちの様子はどうだ？さすがに昨日あれだけドンパチしたせいで疲れたのかぐっすり熟睡しちゃってたけど、さっき目を覚まして今は朝ごはんを食べてるよ。このアジトには食料の備蓄もなかったし、貧相な食事になっちゃったけど、まあ急場をしのげればいい。ううん、とりあえず無事に逃げ延びられただけで御の字だ。まだ安心はできないけどね。前のアジトも結構厳重に存在を隠してたのにあっさり敵に見つかっちゃったし、ここは潜伏先としてうちのマスターがオブジェクトの変更で作った小規模なアジトの一つだけど、前のアジトよりよっぽど危機管理とか徹底してないし、敵がその気になればすぐに見つかっちゃうかも。居場所を気取られないように今後はこまめに移動し続けるべきだと思うよ。ほんと今の私たちってテロリストみたいだよな。はあ、なんでこんなことになっちゃったんだか。あの、朝ごはんごちそうさまでございました。ああ、お前たちおはよう。昨日はよく眠れたか？そっか、まあ仕方ないよな。昨日あんなことがあったんだし。お前たちの仲間のペコリーヌだっけ？あいつも敵に捕まっちゃったし、心配でよく眠れなくても当然だ。はい、ペコリーヌ様大丈夫でしょうか？生け捕りが目的のようだったのでまだ命はあると思いたいですけど、ひどい目に遭っていそうで心配です。様子のおかしかったキャル様のことも非常に気がかりですし、どうしてこのようなことに。我らは笑い合いながら食卓を囲む家族のような関係だったのに、今はバラバラでございます。こう慰めてくださるのですね、主様。あまり撫でられるのは好きではないのですけど、私は主様の従者であって愛玩動物ではございませんので。けれど今は主様が触れているところから優しい気持ちが染み込んでくるようで、なんだか大変癒されます。私はどうも自分で思っている以上に弱っているようなので、今だけはこのまま甘えん坊さんさせてくださいまし。うん、厳しいようだけどシャキッとしてくれると嬉しい。とりあえず生き延びることはできたけど、依然として状況は芳しくない。手をこまねいていたら押し切られて潰されるぞ。どうにか起死回生の方法を探さないとな。はい、心得ております。しかしどうすればよいのでしょう？それを今からみんなで考える。お前らも作戦会議に参加して知恵を貸してほしい。
はい。ただ、できれば。私たちが厄介になっているサレンディア救護院に連絡だけ入れておきたいのですけど、私たちが帰ってこないので心配しているでしょうし。今はまだやめといた方がいいかも。敵はあらゆる手段を講じてこっちを潰しに来てる。普通に街中で犯罪者として指名手配される可能性もある。迂闊に誰かと連絡を取ったり接触したりしたら巻き込んじゃう可能性がある。私たちは今国家権力そのもの、王宮と敵対してるんだから。そうですよね。サレン様たちの平和な暮らしを私たちのせいで台無しにするのは心苦しいです。まあ無事を伝えるだけならいくらでも方法はある。こっそり秘密のメッセージを届けたりしてさ。そういうのも含めてみんなで一緒に考えていこう。生きてる限りは負けじゃない。諦めなければいつか大逆転だってできる。そう信じて今は全力で頑張るしかないよな。だから巡査、隊長に合わせろと言っている。ねえ、返事ぐらいしたらどうかな。門番という職務に忠実で感心するけれど、ただ黙って突っ立って王宮の出入り口を守るだけなら魔法装置にだってできる。融通を聞かせてほしいよ、人間ならね。ほら、私も同じナイトメアの仲間だ。君とは友達ではないけど同僚だっていうことはわかるよね。せめて隊長に言伝を頼みたい。同じギルドにわらじを脱いだ間柄だ。無理やり押し通るような真似はしたくないのだけど。何度頼まれてもダメなものはダメだ。お、ようやく喋ってくれた。嬉しいよ。ちょっと石像に向かって必死に話しかけてる愚か者の気分だったから。貴様には王宮へ踏み込む権利はない。それは理解してるよ。今も昔も王宮は古臭い封建社会の仕組みを取り入れてるからね。貴族とそうじゃないものを明確に区分している。庶民である私には王宮に立ち入る資格がない。だからこそこの王宮の出入り口までジュンさんを呼んできてほしいって頼んでる。ダメだ。隊長殿は現在会議の真っ最中である。会議？何それ、聞いてないけど。一体何を話し合ってるの？貴様には知る権利がない。というかこの門番の人も多分何も知らないっぽいよね。言動の端々から戸惑いを感じる。ここで粘ってこの人を詰問しても多分何の情報も得られない。かといってこの人をぶち倒して王宮に突入するのもどうかと思うし、不可能ではないけど、ナイトメアはあくまでも味方だ。露骨に敵対するような言動は避けるべきだよね。これ以上は時間を浪費するだけだろうし、別の角度から探ってみようか。どうした？他に用事がないならさっさと去るがいい。はいはい、お仕事ご苦労様です。トモ姉ちゃん！おや、まつりちゃん、どうしたの？息せき切って。すぐにパニックになっちゃうのは君の悪い癖だよ。子供っぽくて可愛いけどね。頭を撫でないでほしいっす。それよりもジュンさんに報告したいことがあるっす。そうなの？でも残念だけどジュンさんには今会えないみたいだよ。この意地悪な門番さんが当選簿してるからね。でも急ぎの用事っす。
じゃあまずは私に事情を説明してくれる？何の話かはわからないけど力になれるかもしれない。じゃあトモ姉ちゃんでもいいっす。トモ姉ちゃんは正義の心を持つ立派な人っす。自分は尊敬してるっす。ふにゃにゃ、だから頭を撫でないでほしいっす。トモ姉ちゃんは口が達者なのになぜかたまに無言でスキンシップしてくるっすよね。しっけ。まあこんなところで立ち話するのもどうかと思うし、ちょうどいい時間だからどっかのお店にでも入ってお昼ご飯がてら話を聞くよ。まつりちゃん、何か食べたいものはある？え、じゃあお肉がいいっす。お肉を食べて強くなるっす。お肉ね、了解。お昼からあんまり脂っこいものを食べたくないんだけど、おすすめのお店があるから一緒に行こうか。おっす。ああ、でも他の子たちも呼んでいいっすか？実はジュンさんに相談があるのは自分じゃなくてその子たちなんすよ。自分はナイトメアへの取り次ぎを頼まれただけっす。その子たちはリトルリリカルって言うんすけど、トモ姉ちゃんは知ってるっすか？自分家が近所だし年齢が近いからたまに遊ぶんすけど。ああ、近頃町でギルドごっこと称して騒ぎを起こしてるあの子たちか。割と危険なこともしてて何度か注意したから知ってるよ。あの子たちは一体何だっていうの？自分もよくわかんないっすから詳しいことは本人たちに聞くっす。お店に行きがてらリトルリリカルの子たちと合流するっすよ。ふんふん、トモ姉ちゃんのおごりでご飯。うん、リトルリリカルって何人いるんだっけ？私も懐に余裕があるわけじゃないんだけど、はあ、まったくもう思わぬ出費だよ。でもまあこの混沌とした状況を変えるためには必要な経費だよね。行くっす。トモ姉ちゃんのおすすめのお肉のお店楽しみっす。せかさないでほしいな。だってだって楽しみすぎて余裕が止まらないっすは以上だ。ご苦労様。引き続き情報の捜査を進めなさい。先日のナイトメアなどによる大規模な軍事行動は全て死病を蔓延させる恐るべき魔物などを討伐するのが目的だった。その魔物を操っていたのは反政府組織であるラビリンス。忌むべき犯罪者と魔物を殲滅するために我ら王宮が軍団を派遣した。そういう物語を広く喧伝し大衆に信じさせるのよ。現場にはそれらしい物的証拠なども残してきたからまあ大丈夫だろうとは思うけど、ランドソルの住民は普通平和な街の外には出ない。目撃者はほぼいないはずだから、我々が広報した内容をすんなり受け入れて信じるはずよ。違和感を覚えたとしてもすぐに忘れるわ。
陛下が昏睡状態に陥る以前から人々の思考を我々に都合がいいようにねじ曲げる魔法装置を町中に仕掛けていたからね。民は何も疑わずのんきに平和に今日もいつも通りの日常を過ごすわ。ただしあまり猶予はないのよね。魔法装置は陛下しか動かせない。陛下が魔力を注ぎ続けない限りいずれ動作を停止するわ。そうなる前に陛下の敵は残らず滅ぼさなくちゃならない。ラビリンスの連中などの死体はまだ見つかっていない。生き延びている可能性もある。徹底的に捜索し場合によっては指名手配などもして生け捕りにしなさい。最悪殺してもいいわ。災いの種は育ちきる前に摘むべきよね。連中の捜索と捕獲あるいは殺害はナイトメアに任せるわ。王国最大の軍事力を存分に発揮しなさい。そのために高い維持費を支払っているのよ。いくつか問題がある。いや問題しかないように思える。確かにラビリンスやその協力者たちは忌まわしい悪党なのかもしれない。まだ彼らが犯罪行為を行ったという確実な証拠はないが、なぜかそう思える。これが正義なのだと。だがそれはそれとして、彼らの捜索や捕獲のためにナイトメアの戦力の大部分を割くのはどうかと思う。先日副団長だったクリスティーナが離反したためにナイトメアの戦力は低下している。一度牢獄にぶち込む際にかなり彼女が大暴れしたせいで負傷者も出たしな。戦力の増強はしたと思うけど、ろくに訓練も積んでいない新入りばかりだ。まだ使えないというか戦力としてはあまり期待できないだろう。先日のラビリンスとの交戦でまた大量に負傷者なども出たしな。町の外では陛下が操る魔物たちもこちらの戦力に加えられるが、さすがに町の中を魔物にうろつかせるわけにはいかない。魔物は基本的に危険で恐ろしい悪の権化だ。先日小さな魔物が町に侵入しただけで大騒ぎになっただろ。今度は町全体が恐慌に陥るぞ。とりあえず私は単なる国王陛下の代理人なので、陛下とは呼ばないように。これは失礼した。代理人格よろしい。確かに魔物は使えないわね。私の操る魔物たちには町の外でラビリンスの残党などを捜索させましょう。町の中ではナイトメアが誇る団長ジュンの鍛え上げた精鋭を中心にして行動しなさい。まだそこそこの人数はいるわよね。そこそこだがな。けれど我らも存分には動けないぞ。来週末にランドソルの町では大規模な祭りが開催される。建国以来今日まで連綿と続けられてきた祭りだ。まさか中止にもできないし、我らはその準備や当日の警備などに忙殺させられる。とてもラビリンスの捜索などには手が回らない。ち、そんなのがあったわね。道理で近頃町中が騒がしいと思ったわ。お祭りね、そんなもの中止か延期にでもしたいところだけど、ランドソルの人々が楽しみにしている行事、季節のお祭りだもんね。変に中止にでもすれば違和感を覚えられるし、王宮への不満がたまるわ。それにお祭りには諸外国からも賓客が訪れるし、すでに招待状なども陛下が手配済みだったわ。陛下は意外と季節ごとのお祭りとか神事とかを大切にするのよね。町の中ならともかく諸外国までは陛下の魔力が完全には浸透していない。
こちらが妙な動きをしていたら賓客が察知して疑問を抱くかもね。外から見ればランドセルの内情がおかしな状態になっているのは一目瞭然だもの。変に勘ぐられたくないし、お祭りは予定通り開催するしかないかしら。弱みや隙を見せるのは外交上好ましくないからね。誰か私を喜ばせるような報告をしてよ。ちゃんと成果を上げとかないと陛下がお目覚めになった時に怒られちゃうじゃないの。閣下、とりあえず我らはお祭りの準備などに注力するという方向で問題はないんだな。ラビリンスの捜索などにもある程度は人員を割くつもりだが。ああ、あんたのいいように進めて。あんたの実力と実績は評価してるのよ、ナイトメア団長ジュン。ただし定期的に報告のために王宮に、というか私に謁見しなさい。それさえ忘れなければある程度は自由にやっていいわ。了解。では早速行動を開始するため、私はこれで失礼する。ええ、期待しているわ。本格的な捜索はお祭りの後になるけど、できればなるべく早めにラビリンスの連中とかの首を持ち帰ってきなさいよ。私それをお休みになっている陛下の枕元に備えるの。うわー、怖ーい。王宮すっかり悪の総本山って感じになっちゃってるよね。就職先を間違えたかな。いや、僕も正義の味方よりは悪者の方が性に合ってる気はするけどね。ここには悪にとって一番大事な自由がないよね。どんな偉い人に何を言われようが、好き放題にやりたいことをやっちゃうのが本当の悪党でしょ。そうだよね、ノエム。近頃思考に変なノイズが走るよね。何なんだろう、気持ち悪い。これはあれかな。どう考えても王宮に出入りしている人間の様子がおかしいし、やっぱり王宮全体に精神に干渉する強めの魔法がかけられてるっぽい。ま、僕は察知して防御してるけどね。でも個人では対抗できないぐらい強力な魔法っぽいし、誰かの操り人形になるのはごめんだから、今後はあんまり王宮には出入りしない方がいいかな。精神に少なくない影響を受けちゃってるのか、近頃変な夢とか見るし。ん？どうした？奥と副団長、一旦ナイトメアの詰め所に戻るぞ。閣下の指示に従いつつ命令を果たすために、団員たちに説明などをして効率的に各所へ配置する。はいはい、上の意向には逆らいませんよ。宮塚へって大変。ん？どうした？いやー、なんか蝶々みたいなのが飛んでた気がして。ふむ、王宮には防護のための結界が張られている。許可なき者は虫の一匹も入り込めないはずだ。見間違いじゃないか？疲れているのか？君は新入りだし仕事に慣れていないんだろう。あんまり無理はしない方がいい。うん、できれば長期休暇をもらいたい感じ。それは難しいな。とにかく人手が足りないから、君にも無理のない範囲で働いてもらうぞ。クリスちゃん、クリスティーナの後任としてしっかり責務を果たしてほしい。ええー、
あの人は多分ろくに働いてなかったと思うし、後任の僕もサボっちゃって大丈夫なんじゃない？口が減らないな。クリスティーナはあれで仕事はきっちりやっていたぞ。公務員なんだから真面目に働け。そのために民の血税から給金を支払われているんだ。我らナイトメア、今日も正義のために、世のため、人のために尽力しよう。その正義はねじ曲げられてるんだけどね。そんなこと今のこの人たちに言っても仕方ないかな。しませんよ。私こんなに非力だったんですね。大量のカロリーを消費する代わりに私に無敵の戦闘力を与えてくれる王家の装備、その特性は敵に知られてるみたいで、あっさり没収されちゃいました。カロリーを消費しなくなってお腹が空かなくなったのはいいんですけど、これじゃあお腹ペコペコのペコリーヌちゃんっていうあだ名がふさわしくない感じですね。無力で自分では何もできないお姫様に客戻りです。いつも退屈を持て余して窓から人々の暮らしを羨ましく思いながら眺めてたあの頃のユースティアナに、うん、お？え？あれ？蝶々が飛んでる？どこから入り込んだんですか？ここは窓もない、完全に閉鎖された王宮の地下監獄なのに。下がりなさい。え、今のは誰の声？まさか蝶々が喋ったんですか？だから下がりなさい。そこにうずくまっていられると邪魔ですから。え、よくわからないけど、わかりました。ちょっと壁際に下がります。よろしい、素直で助かりますよ、ユースティアナ・フォン・アストライア。ううん、今はペコリーヌと呼ばれているんでしたっけ。立場を失い流浪の身となった、運命にもてあそばれた悲劇のプリンセス、あなたに用があります。牢獄の囚人を監視する刑務官が交代のために一時的に姿を消す短い間だけですが、私とおしゃべりでもしませんか？この姿だとどうやら驚きや戸惑いが勝ってしまって会話にもならないようですね。では仕方ありません、礼儀としてこちらも素顔を見せましょうか。呼ばれるべき事象なのですけど、お初にお目にかかります、ユースティアナ様。私はメタモルレグナントのネネカと申します。あなたがどの程度我らについての知識を持っているかは不明ですが、この名前に聞き覚えはありますか？メタモルレグナントネネカ、あ、聞いたことがあります。あの金ピカの鎧を着込んだマサキっていう人がその名前を。あのバカとどこかで会ったのですか？はい、カクカクしかじかで、私たちセブンクラウンズだっていうあなたに会いに行ったんですけど、その先でボロボロに負傷してたマサキさんと合流したんです。
生きているのですね、あれは。はい、結構な大怪我を負っていたはずなんですけど、区長だけは至って元気そうでしたよ。あなたのことすごく心配していました。まああれのことは今はどうでもよろしい。私は別に心配していませんでした。殺しても死にませんからね、あの手の単細胞生物は。ひどい言い草。でもまあのんきに雑談してる暇はなさそうですしね。その辺は置いといて、今はもっと大事な話をしましょうか。ネネカさん、あなたも王宮に囚われているという話は聞いていましたけど、ご無事だったんですね。それはまあ良かったです。無事ではありませんよ。今この瞬間も私の本体はある魔法装置に動力源として接続され、生き血を絞られるような苦痛を味わい続けています。本体というと、今私の目の前にいるあなたは？これは分身です。魔法装置に接続されそうになった寸前、肉体の一部を切り離してこっそり逃がしたのですよ。ちなみに私には変身能力があります。この世に存在するありとあらゆる生物に変身できるのです。やや修練が必要ですが、様々な無機物にも変身が可能です。ゆえに私はメタモルレグナントという二つ名で呼ばれるわけですね。その変身能力はこの分身も備えています。それにより監視の目をかいくぐり、虫や小動物、時には観葉植物の葉っぱや出入りする人間の装飾品などに変身し、人目を忍んで動いているわけです。この王宮地下監獄には強力な結界が仕掛けられており、ちょっとでも返事があれば刑務官に伝わります。各種の監視感知装置も常時起動状態です。ある程度ならば私が魔法でごまかせますが、こうして短時間のみ会話する程度のことはできても、あなたを脱獄させるような真似は難しいです。今あなたの目の前にいる私はあくまで分身、セブンクラウンズとしての権能、その全てを発揮できるわけでもありませんから。話に聞く限り、以前ラジニカーントやクリスティーナ、他のセブンクラウンズがこの地下監獄からの脱獄を達成してしまったようですしね。そのために警備レベルも上昇しています。自力での脱出は不可能でしょう。私もいくつか策を練ってみましたが、今のところ有効な方法が見つかっていません。まったくもう全部他のセブンクラウンズのせいです。私は例外として、セブンクラウンズは普通に生きているだけで周りに迷惑をかけますね。どしがたい。あんまり説明されてもわからなかったんですけど、そのセブンクラウンズというのは何なんでしょう。私たちそれが知りたくて調べてたんですよ。セブンクラウンズとはこの世界を創造した七柱の神のようなものです。ええ、そのように理解していればよろしいでしょう。神様なんですか？何かすごく人間味がありますけど。まあ神のような権能を持つものの単なる人間ですからね。神のごとき立場で神のごとき奇跡が起こせる七人の超越者だと思ってください。私たちのことなど今はどうでもいいですしね。今はそれよりも目の前の困難を打破しましょう。私は囚われの身ながら、ある程度は分身をあちこちに派遣して情報を収集しています。ですが完全には現状を把握できていません。お手数ですが、いろいろと疑問点に答えていただけませんか。情報を保管したいのです。
中世ファンタジーじみたこの世界観においても、情報こそが真の宝ですから。はあ、別にそれは構いませんけど、一人で膝を抱えてても仕方ないですし、話し相手ができただけで嬉しいですから。時間もないようなので、ざっくりと概要だけ説明しますね。おおむね現状は把握しました。想定よりはだいぶいい状況です。囚われたのは愚かしくも突っ走ってしまったあなただけ。他のあなたの仲間やラビリンスは無事に逃げ延びているんですね。言葉がいちいちトゲトゲしいですね。まあ私も頭に血が上っちゃってバカなことをしたなって反省してますけど、心配してるでしょうね。申し訳ないです。今はそれよりも自分の心配をした方がよろしいかと。話に聞く限り我々の利害は一致しています。協力できれば幸いです、ユースティアナ様。できればペコリーヌちゃんって呼んでくださいね。みんながつけてくれたお気に入りのあだ名なんです。はあ、まあ呼び名など何でもいいのですが、姿形も名前も変えて様々な立場で生きている私からすれば、故障などさまつな問題です。ともあれ、今は一刻も早くあなたはこの地下監獄から脱出すべきでしょう。今のところ危害は加えられていないようですが、それもいつまで続くか。おそらくは近いうちに私と同様に魔法装置につながれて、生命力や魔力を絞り取られることになるでしょう。最悪すぐに処刑されます。あなたの立場を奪い成り変わったマナ、現在ユースティアナを名乗るあいつからすれば、あなたを生かしておく理由はありませんから。そうでしょうね。本物の私は偽物のあいつにとっては目障りな存在でしょうから、生かしておいても百害あって一利なしです。ええ、あなたの命は風前の灯火でしょう。むしろなんでさっさと始末せずに生かしておいているのかわからないぐらいです。私が同じ立場ならすぐにでも抹殺するのに。だからその魔法装置とやらの動力源にするためでは？現状それは私だけである程度は事足りているはずですが、ちなみにその魔法装置の能力は洗脳、諸悪の根源たるマナイコールユースティアナに都合がいいように人々の思考をねじ曲げる機能を持っています。国王陛下の代理人を名乗るキャルトやら、そしてナイトメアなどはこの魔法の影響下にあり、洗脳されユースティアナの操り人形と化しています。そっか、だからキャルちゃんは様子がおかしかったんですね。よかった、嫌われたんじゃなくて、私たちの絆が失われたんじゃなくて。信じてましたけど、やっぱり不安だったんです。でも安心しました。キャルちゃんは単に洗脳されて操られているだけなんですね。おそらくは。ちなみにその洗脳装置は王宮の最奥にある玉座の間、その床に広がる魔力に満ちた泉の底に配置されています。その装置に動力源として接続されている私の本体もそこにいるわけです。どうにかしてその装置を破壊する必要があるでしょう。可能ならその際に私の本体も救出していただけるとありがたいです。でもどうやって
私もねねこちゃんも囚われの身ですし、そんな怪しげな装置は破壊すべきだと思いますが、その方法がありませんよね。方法ならあります。私はご覧の通り分身をあちこちに派遣することができるのです。この分身を用いて外にいる仲間と連絡が取れるわけですよ。互いに連絡し合い、洗脳装置の破壊工作および囚われの身となった我々の救出作戦を決行してもらいましょう。そのためにはあなたの知識が必要です。この王宮で生まれ育ったお姫様、ユースティアナ・フォン・アストライア、あなたが世間的には防衛上の理由から非公開となっている王宮内の間取りや秘密の脱出経路などを教えてくれれば、ぐっと作戦の成功率が高まります。そのためにこうしてあなたと接触したのです。それなりの危険を冒してね。ご理解いただけましたか、プリンセス。おっと、交代した刑務官が戻ってきますね。足音がします。私その辺の石ころに変身しますから、あなたそれをどこかに隠しておいてください。食事の時間になったら私は食べ残しのゴミに変身します。あなたはそのゴミを食事のトレイなどに目立たないように置いてください。生ゴミはその日のうちに捨てられますので、そこから移動して私は外の仲間と接触をするつもりです。え？わざわざそんな手間をかけなくても、蝶々とかに変身できるならすると窓とかから脱出できませんか？それは難しいでしょう。この王宮の支配者たるユースティアナは私の能力についてもある程度は知っています。ゆえに罠や監視装置があちこちに仕掛けられているのです。分身を外に出すだけでもいろいろ知恵を絞る必要があるのですよ。王宮には結界も張られているので、普通に逃げようとしても感知されますし、ゴミと一緒に捨てられるというルートが今のところ一番脱出の角度が高いのです。生ゴミまみれになるのはあまりいい気分ではありませんが、仕方ありませんね。このまま魔法装置の動力源として生命力を絞り尽くされて死ぬよりはマシです。泥水をすすってでも行きますよ。そして私は私の居場所に帰ります。それが私の大義です。理解し協力していただければ助かります、プリンセス。ふむ、無事にランドソルに帰りつけたのは良いものの、これからいかがしましょう、主様。はあ、私個人の考えを述べますと、まずは衣食住を確保すべきかと存じます。私たちが王宮と敵対している以上、指名手配などをされる可能性もございますし、これまで寝泊まりしていたサレンディア救護院には帰れません。平和に暮らしているサレンディア救護院の皆様をトラブルに巻き込むわけにはいきませんから。ただサレン様の性格上、私たちを心配しているかと思いますので、後ほどこっそりお手紙などを届ける必要はございますね。ちょっと事情があってしばらく帰れない。王宮の者に何か聞かれるかもしれないが、気にしないで、心配しないでください、みたいな感じのお手紙を。私の使いガラスを用いればお手紙を届けるのはそう難しくありません。ともあれ、サレンディア救護院に帰れない以上、
寝泊まりする場所を確保する必要がございます。最悪野宿でも私は構わないのですが、主様には可能な限り健全で文化的な生活を送っていただきたいのです。だからこそせめて屋根のある場所で柔らかなベッドで休むことができたらと。どこか良い宿泊場所に心当たりはございますか、主様。ふむ、我々が初めてこの町に訪れた頃のようにホテル暮らしをするしかないのでしょうか。それが一番無難でしょうね。ただホテルの従業員などに顔を見られますし、記帳なども残ります。何よりホテルはなかなかお値段がいたしますので、懐具合と相談でございますね。銀行にそれなりに貯金はございますが、あそこは王宮の息がかかった公的機関でございますから、指名手配などをされていた場合その場でお縄になる可能性がございます。ゆえにできるだけ手元のお金を節約しながら用いていくべきでしょうね。必要ならば仕方ありませんが、あまり無駄遣いはできません。ふむ、あれこれ考えてはみましたが手詰まりな気がいたします。王宮、国家そのものと敵対するというのは想像以上に難儀な話でございますね。正直ニッチもサッチもいかない感じです。私恥ずかしながら途方に暮れてしまいそうです。主様をお導きすべきガイド役として不甲斐なく、また情けないです。お、慰めてくださるのですね、主様。そうですね、しょんぼりしていても仕方ありません。ペコリーヌ様が、我々の大事な仲間が囚われの身となっているのです。どんな手を使ってでも救出して差し上げなくては。様子がおかしかったキャル様のことも気がかりですしね。まずは寝泊まりできる拠点や食料を確保し、地道に調査などをしつつ起死回生の方策を練りましょう。幸いなことに我々は孤独ではございませんしね。ラビリンスの皆様がきっと協調して動いてくださいます。ラビリンスの皆様は潜伏先を細かく変えながら逃亡しているようですし、私たちの方から連絡を取る方法がないのが困りものですけど善と多難でございますが、諦めずに頑張ってみましょう。私では頼りないかもしれませんが、心はいつでも全力で主様にお力添えをいたします。いいえ、いつでもおそばにおります、主様。向こうの方が騒がしいですね。何事でしょう、大変な人混みになっております。それにどうも楽器の演奏のようなものが聞こえますね。広場でどなたかが何かの出し物でもやっているのでしょうか。カルミナ、それは何でしょう。主様のお知り合いが楽器を演奏しているのでしょうか。こんな街中の広場で一体何のために。あ、発見。トモネちゃん、あの人たちを見つけたっすよ。おお、優秀優秀、鼻が利くね、まつりちゃんは。
自分はビースト。いや、昔から匂いをたどったりするのが得意っす。これはナイトメアの一員として役に立つ特技っすよね。うん、おかげで思っていたよりも早くあの人と接触できる。あなた方は確かナイトメアの。いけません、逃げましょう主様。あ、ちょっと待って、どうも誤解があるみたいだけど、私たちは君たちを捕まえに来たわけじゃないよ。ほんとほんと信じて。すごいうさんくさいっすよ、トモネちゃん。主様、こちらへ。我々が王宮と敵対している以上、王宮直属のナイトメアは決して接触してはならない恩敵でございます。捕まったら何をされるか分かりません。ここは是が非でも逃げなくては。おやおや、すっかり信用をなくしてるね。まあ仕方ないかな、リトルリリカルの子たちの話を信じるなら。実際私たちは君たちのフグ大天の敵と言っていい。だからまあどの口でほざくという感じだけど、信じてほしい。少なくとも私とまつりちゃんは敵じゃないよ。そうっすよ、あんたは大事な人っす。自分の良き理解者で友達っすよ。友達などぬけぬけと。信じてほしければ私たちの本当の友を、ペコリーヌ様を無事に解放してください。それは難しいかな。正直今王宮の内実はわけのわからない状態になっていてね、みんなどうもまともな様子じゃないんだ。それに私たちの地位じゃ王宮に踏み込むことさえできないんだよ。そのペコリーヌさんって人を牢屋から出してあげるなんてことは夢のまた夢だね。ならばなおさらあなた方とお話しすることは何もございません。嫌われたものだね。どうしよっかな、無理やり捕獲してもいいんだけど、変に騒ぎを起こせばそれこそ他のナイトメアに感づかれるし、ここは一旦引いて後ほど穏便に接触した方がいいかな。え、追わなくても大丈夫なんすか？人混みに紛れて逃げるつもりみたいっすよ。捕まえるつもりならすぐに追いかけなきゃ見失っちゃうっす。何なんだろうねこの人混みは。ああ、近頃街で噂のあのアイドルたちがライブをしてるっぽい？みんな、今日は集まってくれてありがとう。私たち歌って踊れるアイドルギルドカルミナです。拍手をありがとうございます。声援も、いつも応援してくださるファンの皆さんのためにも一生懸命歌います。ふふん、カルミナの大陸全土を巡るライブツアーの初日はここ、私たちのふるさとランドソルで今この瞬間から始まります。どうか最後まで応援をお願いします。アストライア大陸を隅から隅まで巡るツアーなので、しばらくランドセルには帰ってこれないけど、どうか安心してね。寂しがらなくても大丈夫。最新型の映像配信魔法で常に私たちの活躍が見られるから。向かう国や街ごとに衣装が変わっていくので、その辺にも注目してくれると嬉しいな。ふふん、衣装担当の私が頑張りました。もちろん衣装だけでなく歌などにもご注目ください。各国の風土や文化などに合わせて細かくアレンジをしながら新曲も交えてたくさん歌います。うんうん、
最後まで飽きさせない最高のライブツアーにするよ。カルミナの名前を大陸中に轟かせてくるから応援しながら待っててね。ではでは、早速記念すべき初日、ランドセルでのライブを始めるよ。みんな盛り上がっていこう。みんなの笑顔が私たちの原動力。世界一周したって尽きないたくさんのエネルギーをもらえちゃうから、私たちも最後までとびっきりの笑顔で歌い続けるよ。さあさあ行くよ二人とも。はい、待ってました。みんなで楽しく歌いましょう。ええ、最高のステージにしましょう。お日様よりも輝いちゃいましょう。今日も明日も未来もずっと。まだまだ助走段階、次から次へとどんどん行くよ。はい、もっともっと歌っていたくてたまりません。元気いっぱいですね。まったくもうはしゃいじゃって、ついていくだけで大変ですよ。まあ輝かしい笑顔の方が衣装映えするのでいいんですけど。つい夢中で見惚れてしまいました。よくわかりませんが、すごい方々でございますね。ああいうの何と呼ぶのでしょう。アイドル。私の故郷にはあのような方々はいませんでした。不思議な文化でございますねなんだか全身が熱くなってまいりました。心地よい歌と旋律、可愛らしい衣装、弾けるような笑顔、見ているだけで幸せになれるような方々ですね。あ、ん？どうしたのチカ？まさかもう疲れちゃったわけじゃないよね？いえ、元気いっぱいですけど。あそこにほら、あの人がいるね。応援しに来てくれたのかな。ふむ、誰か騎士さんにチケットとか渡しました？しばらく連絡がつかなかったので、確か招待もできなかったはずですけど。たまたま通りすがった感じじゃない？おっとっとっと、流れが止まっちゃってるね。今はあの人のことは置いといて、次の曲に行こう。ええ、集まってくれたたくさんのファンのためにも全力を尽くします。ふむ、主様、やはりあの方々とお知り合いなのですか？彼女たち、今さっき一瞬だけですが主様の方を見てひそひそ話をしていましたよね。はあ、主様は本当に顔が広いのですね。あんなに大きな舞台に立つようなアイドルの方々ともお友達とは誰とでも偏見なく友好を結べるのは主様の美点でございます。仲良くなるのが女性ばかりなのはやや気になりますけど。あの人たちどっちに行った？
やっぱり見失っちゃったかな。さすがにこんな人混みだと匂いをたどるのは無理っす。あと集まってるの男の人ばっかりなせいか、ちょっと自分は何も見えないっす。まつりちゃんは小さいから周りが体格のいい男の人だらけだと視界がほぼ完全に人垣で塞がれちゃうよね。私でもほぼ周りが見通せないよ。やっぱり諦めて一旦撤収した方がいいかな。ナイトメアのお二人、私たちを追ってきているようでございますね。意外と近くにいます。人混みに隠れながらこっそり遠ざかりましょう。できればゆっくりアイドルの皆さんの歌などを楽しみたいところですが、それが許されない立場なのが悔しいです。主様。集中力が途切れちゃってるぞ。チカ、初日だしまだ慣れてなくて緊張してる。どうせ騎士さんが何かよからぬ真似でもしたんでしょう。投げキスとか、あの人たまにそういうアホみたいな振る舞いをしますよね。あ、いえ、あの人はいつの間にか人混みに紛れてしまったんですが、それより皆さん緊急事態です。先ほどから精霊たちが騒いでいると思ったら、なんてことでしょう。お、本当にどうしたの？チカ、顔が真っ青だよ。あれ見てください、ファンのみんなの向こう、ランドセルの正門の付近に何か禍々しいものがいます。あの魔物、こっちにまっすぐ向かってきています。いけません、ファンのみんなを避難させないと。そうだね。ライブ初日からケチがついちゃう感じで悔しいけど、まあ仕方ない、ファンのみんなの安全の方が大事。みんながパニックを起こさないように上手に誘導して避難させよう。みんなよく聞いて、落ち着いて騒がずにゆっくり後ろを見て。ほら、なんか怖い魔物がいるね。危ないからどうか冷静に係員の指示に従って避難して。ライブは一旦中止。心配しなくても安全が確保されたら再開するから、とりあえず今は急がず焦らず走らずに避難して。絶対に周りの人を突き飛ばしたりしないこと。魔物、あ、本当に何か巨大な魔物がいますね。なぜ今の今まで気がつかなかったのでしょう。アイドルの皆さんの歌などに夢中になっていたため、魔物の接近を察知できなかったようですね。一生の不覚です。いかがしましょう主様。とりあえず誘導に従って避難しましょうか。わかってる、あの人の追跡は一旦後回しだ。まつりちゃん、ちょっとひとっ走りしてナイトメアの詰め所に事態を知らせに行って。さすがにあんな大物、それなりの兵数を揃えないと倒せない。ナイトメアは今非常にうさんくさい集団になり果ててるけどね。正義を愛し民を守るという基本理念はみんな失っていないと信じるしかない。救援が来るまでは私がどうにか魔物の気を引いて時間を稼ぐ。頼んだよまつりちゃん、行って行って。
ダッシュ。いや、自分も戦うっすよ。あんな巨大な魔物が出現したんすから、通報されてないわけがないし、呼ばなくても助けは来るっす。できれば君には最前線に立ってほしくないんだけど。自分も見習いとはいえナイトメアの一員っす。みんなを守るために戦いたいっすよ。まあ君が心からそうしたいと望むならもう止めないけど、決して無理はしないようにね。死んだら何にもならないし、君が怪我でもしたら親御さんに申し訳が立たないよ。とはいえ、まあのんきに押し問答をしてる場合でもない。命がけであの魔物を討伐しよう。ナイトメア団員とも正義のために押して参る。おお、迷いなく突進していったっす。かっこいいっす、友姉ちゃん。よし、自分もと。ララ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 ラ。お姉さん、何してるんすか。ライブは中止っすよ。危ないからさっさと避難してほしいっす。あなたこそ早く避難してください。私たちについては心配いりません。これでも魔物の退治などには慣れていますから。うん、私たちカルミナは歌って踊って戦うアイドルギルド。せっかくのライブを台無しにした悪い魔物はケチョンケチョンにしてあげるよ。援護しますので、みんな気をつけながら戦ってください。ライブ初日ですしね。怪我でもしたら後に響きますから。私たちにとって前代未聞の大事なツアーです。後悔が残る形にしたくはありません。分かってるって。でもまあちょっと見た感じものすごく強そうな魔物だしね。無傷っていうのは難しいかも。まあ最悪ファンのみんなが避難し終えるまで時間を稼ぐ、それがアイドルの流儀、アイドルの誇り。え、アイドルって普通は戦うものじゃない気がするっす。ふふん、私たちは戦うんです。それに幸か不幸か、この場には騎士さんがいますもんね。あの人に強化してもらえればそんじょそこらの魔物には負けません。騎士さん、近くにいるんでしょ。こっちに来てください。今日もあなたの力を貸してもらいますよ。お、来ましたね。さすがです。撃てば響く。来ていただけて嬉しいです。許可をお願いできますか。みんなで力を合わせて魔物を倒しましょう。私たちが、みんなが楽しみにしていたライブなんです。それを台無しにした魔物は絶対に許せません。おお、チカが怒っている。珍しい。私も同じ気持ちだけどね。よし、全力で暴れちゃうぞ。意外と好戦的ですよね、のぞみさんは。まあ普段はお利口さんにしてる分、冒険とか戦闘とかが楽しいのでしょうか。君たち一緒に戦ってくれるならありがたい。さすがに私だけだと抑えきれない。民間人に危険な真似はさせたくないけど、ナイトメアの増援が駆けつけるまで一緒にしのいでくれると助かる。
魔物さん。風の精霊よ、みんなを守って。本当に皆さんお強いです。というかなんだか手慣れておりますね。おっと、私もぼーっと見ているだけではいけませんね。いつものように。しまった。大丈夫ですか、そこのあなた。いけない、頭部にいいのをもらって失神してる。誰か治療薬を持ってない？回復魔法が使える人がいるならそれでもいい。私が召喚術で。ああ大変、頭から血が出てますね。すぐに治療します。皆さん、その間は私が防御に回れませんので、一度魔物からは距離を取って牽制だけしてください。了解。大丈夫？その子なんかえぐい音がしたけど。外傷があるようなら私が包帯などを作って処置しますよ。いえ、外傷はほとんどありません。打撃を頭部にもらって脳震盪を起こしてしまったのでしょう。では私をもっと強化してください。私の召喚師としての力が増せば増すほど治療の効果も比例して増加しますから、お願いします。他のみんなも十分気をつけてください。どうやら見た目通り、それ以上に敵は危険な魔物のようです。ああ、どうしてこんなことに。今日は私たちにとって大切なライブツアーの初日で、最高の一日になるはずだったんですよ。ああ、かわいそうに。すみません、私の落ち度です。敵の攻撃を防ぎきれず、また満足に治療もできずに。いや、チカは最善を尽くしたと思う。あんまり自分を責めないで。引っ込んでればよかったのに、魔物を退治しようなんて言い始めた私の責任だよ。誰も悪くありませんよ。多分運が悪かったんです。何だったんでしょうね、あの魔物。本当に忌々しいたらないです。何ですか、騎士さん、何か言いたげですね。どうしてあなたが謝るんですか。あなたは何も悪いことをしていないでしょう。いつだって。そうだよ。というか謝られても仕方ないしね。起きたことはどうしようもないから、頭を切り替えて今後のことを考えなくちゃ。世界中でファンが待ってる。うつむいて動きを止めることだけはしちゃいけない。私たちはアイドルだから。とりあえずコッコロちゃんだっけ、この子の治療費はカルミナが出すよ。私たちの舞台を見てくれたお客さんだもん。そんなの何のお詫びにも心の慰めにもならないとは思うけどね。アイドルはいつだってファンに誠意を尽くさなくちゃ。どうか慰謝料でもないけど治療費を受け取ってほしいな。高名なお医者さんを呼んだりとか、他にもいろいろ手を尽くすから、あまり気を落とさないでね。
大丈夫、この子もきっとすぐに目覚めるよ。お前たち何をこんなところで油を売っている？プロデューサーさん、ヒとはご挨拶だな。私は魔物じゃないぞ。まあいいけどな、怖がられるのには慣れてるから。お前たちさっさと国営空港の転送の前向かえ。次のライブ開催地へ移動し、今日は宿でぐっすり休むといい。移動や宿泊の手続きなどは現地に先行させたマネージャーに任せてある。ほら行った行った、この怪我人のことは私に任せろ。顔見知りだしな、いいように処理する。うん、じゃあお任せするね、プロデューサー。失礼します。あの、また連絡します。ツアーが終わって帰ってきたらお見舞いに来ますから。まあそれまでにココロさんとやらが目覚めていれば最善ですけどね。じゃあまたどこかでお会いしましょう。うん、あの子らとも知り合いなのか。今や飛ぶ鳥を落とす勢いの大人気アイドル集団だぞ、カルミナは。なんだ呆然として。私が美人すぎるからといってそうまじまじと見つめるものじゃないよ。礼儀を知らんな、最近の若者は。まあ驚いてしまうのも仕方ないけどな。私も自分で驚いているぐらいだよ。この天下無双の豪傑たるクリスティーナがアイドルのプロデューサーなんぞをやることになるとはな。これだから人生は楽しいな。うん、説明が必要だろうな。実は私は生まれは遠い海の向こうの国でな、流れに流れてこの国に来たが、本籍はそちらにある。この国でも数々の功績を立て爵位を得て、貴族としてナイトメアに所属もしていたがな、基本的には異国の人間だ。そんな私の生まれ故郷祖国において多大な影響力を持つ財団に、まあなんというか私はつながりがあってな、苦労して連絡を取り資金も送ってもらった。それを元手にし、あらゆるテレンテクダを駆使して一時的にカルミナのプロデューサーに就任していると言っても、彼女らの今回のツアー限定のプロデューサーだがな。アイドルを育てるのも楽しそうだが、私は脱獄犯だし、あまり表立っては動けない。基本的に私は戦場に身を置いていたいしな。アイドル業界もある種の戦場なんだろうが、私は刃をかわし血が飛び散るような終端場にいたいんだよ。まあそれはともかく、私も伊達や水郷でプロデューサーなんぞをやっているわけではない。無論私が主導するからにはカルミナの今回のツアーは大成功に終わらせるつもりだが、当然これには裏の目的もある。来週末に行われるランドソルの祭りの日に秘密結社ラビリンスが行動を起こす。そのためのこれは下準備の一つだな。詳細な作戦は時間が許すギリギリまで詰める予定なので、今は概要だけ語ろうか。ラビリンスはその日王宮を襲撃する。最大の目的は我らの宿敵たるユースティアナの暗殺または捕獲。最低でもあいつが王宮内に設置しているという洗脳魔法装置を破壊するつもりだ。うん、そんなようなものが王宮の中に設置されているようだ。あのキャルやナイトメアの連中はそれによって操られているらしいからな。それさえ破壊できれば
敵の戦力を大きく削れる。魔法で洗脳でもしない限り、誰もあの暴君ユースティアナには従わないだろうしな。洗脳を解けばあっさり離反するだろう。ユースティアナは無防備になる。あいつがその日までラビリスタとやらと同じような昏睡状態でいてくれたら、そのまま普通に暗殺もできるだろうと踏んでいる。できれば私としては泣き叫び命乞いをするあいつの姿を見たくもあるが、まあ敵は強大な国家そのものだ。多くを求めすぎてはいかんだろう。先だって現在ラビリンスが保護しているマサキのところへ、その主人であるネネカとやらの分身が接触してきた。彼女はどんな手段を使ったのか。王宮に囚われているはずなのに、そうやって我らに連絡を取ってきたのだ。そこで得た情報をもとに、ラビリンスは祭りの日に決起するらしい。私も今はラビリンスとは協力関係だし、牢獄から助けてもらった恩もある。利害も一致しているし、まあ協調して動くつもりだ。お前らもその気があるなら手を貸せ。ラビリンスが王宮を襲撃するその日は、お前らの大事な仲間であるティアナ、ペコリーヌを救出する絶好の機会でもあるしな。あくまでラビリンスは敵の親玉の始末、そして洗脳魔法装置の破壊を最優先にして動く。ペコリーヌの救出までは手が回らん可能性がある。だからこそお前たちが動け。その日までに準備を整え、覚悟を決めて、ラビリンスと共に王宮を襲撃して、どうにかして仲間を救い出すがいい。お前たちが動こうと動くまいと、ラビリンスはお祭りの日に決起する。お前たちがその日にどう動くかはお前らの自由だけどな。できればペコリーヌを助け出してやってほしいよ。あいつと遊ぶのは楽しいしな。実際あいつは別に何も悪いことをしていないのだろう。ジメジメとしたカビ臭い牢獄で悲嘆に暮れながら生涯を過ごすのはかわいそうだ。とりあえず今伝えるべきことは以上だ。今後も私や他の誰かがお前らに定期的に連絡をするだろう。こまめに情報の共有などをしながら、共に助け合う形で行動できたら幸いだ。まあその子、コッコロだったか。その子が目を覚ますまでは心配で何も手につかんだろうが、ちなみにお前らを襲った魔物についてはよく分かっていない。滅多に目撃もされないかなり高等な魔物だったようだが、おそらく魔物を操れるらしいキャルが影響力の届く範囲にいる魔物すべてにお前を襲えみたいな命令を出していたんだろう。普通の魔物は町の出入り口に常時待機している守衛に追い返されるんだろうが、あの魔物は強すぎたため守衛を突破して町中まで来たんだろう。そしてお前を狙った。カルミナなどはその巻き添えを食った形になる。悪いのは魔物を操るキャルだから、お前が気に病む必要はないけどな。ともあれ町の中ならまだ安全だが、町の外に出ればお前はあのような魔物にしつこく襲われる可能性が高い。よっぽどの事情がなければしばらく町の外へ出るのは避けるべきだろうな。すぐに死ぬぞ。お前にはあまり戦闘力はないようだし、お前をいつも守ってくれているらしいコッコロとやらもご覧のありさまだから、この子早く回復すればいいな。お前は私を血も涙もない悪鬼羅刹か何かのように思っているのか。ちっちゃい子が被害に遭うなんて普通に心が痛む悲劇だろうが、私は別にお優しい善人ではないし、血生臭いことも大歓迎だが、別に不幸や悲劇が三度の飯より好きというわけではない。誰もが笑って幸せに生きられるならそれが一番だ。まあいい、私も追われる身だ。
あまり長いはできない。さっさとカルミナと合流し、関係者としてこっそり転送ゲートで異国に渡る。そうして王宮の手が回りにくい異国に身を隠しつつ、決起の日までに様々な準備を重ねておくつもりだ。逃げるようで気分が良くはないが、まあ仕方ない。復讐の果実が熟しきるまで、よだれを垂らしながら待つさ。ああ、楽しみだ。祭りの日が。その日、この国は根底からひっくり返るぞ。紛れて始まる王宮の襲撃計画、弟くんのお友達を助けるためにもお姉ちゃんが協力するよ。次回プリンセスコネクトリダイブ第10章、ペコリーヌ救出作戦。もう一度君とつながる物語、お姉ちゃんと一緒に作戦開始だよ。やっと来たわね。あんたを待ってたのよ。まったくもう、伝えたいことがあってもあんたと接触できるのは夢の中だけだから、あんたが寝るまで待たなきゃいけないのが不便だわ。と、それはともかく、あんたも王宮と本格的に敵対して大変な時期なんだろうけど、だからあんまり悩みを増やしたくないんだけど、残念ながら新たな問題が発生よ。ねえ、かわいいかわいいコッコロタンが今日ひどい目にあったでしょ。クソったれの魔物に頭部を強打されて意識不明になったのよね。あの子、怪我はちゃんと治療されてるのにどうして目覚めないのか不思議じゃない？私も変に思ってさ、あちこち調べてみたのよね。意識がない、つまり眠って夢を見ている状態なら、私が把握できる夢の領域の中であの子の意識が迷子になってる可能性もあったから、それでね、いくつかの夢をよーく捜索してあの子を見つけたの。あの子というか、あの子の魂っていうか意識。あの子の自我は今はどこにいると思う？現実にいるのよ。それはつまり本当の現実、セブンクラウンズである千里マナが歪めたあんたが生きてる方の現実じゃないわよ。あんたにとっては夢にあたる本当の現実よ。そこになぜかコッコロタンは迷い込んでるみたいなの。夢を見ているわけでもない、
コッコロタンはコッコロタンのままなぜか現実をさまよってるの。まるで一人だけこのゲームの世界から解放されたみたいに。理屈が全くわからないし、私もこんなのは初めてだから驚いてるんだけどね。先日コッコロタンが私の神殿に礼拝に来た時に相談してきたあのことが何か関係あるのかしらね。よくわからないけど、あの子の現在の動向はここから確認できるわ。私は現実の方にもいくつかチャンネルを持ってるからって言ってもわからないだろうけど、コッコロタンが今いる本当の現実の景色を垣間見ることができるのよ。あんたにもそれを見せてあげる。ほら、手握って。一時的に本当の現実に接続するわ。ここは椿ヶ丘三丁目の市民公園よ。交番まで案内してあげるけど。ああ、いえ、お構いなく。ふむ、椿ヶ丘。早く行こう。聞き覚えがあるような。おーい、そこの可愛い子ちゃん、クレープ食べていかない？ん？え、あれ、あなたはラビリスタ様？ラビリスタ様ですよね。秘密結社ラビリンスの主会だという。私、ラビリンスのアジトであなたの寝顔を拝見しました。あの時とは服装などがやや異なるようですけど。あ、まあ聞きたいことはいろいろあるだろうけど、っていうか私もあんたに聞きたいことが山盛りなんだけどね。それより今はとりあえずクレープ食べない？全然売れなくってさ、大量に用意した材料を余らせて腐らせちゃいそうだから。はあ、ちょうどお腹が空いていたのでありがたいですけど。あれ、これは夢でしょうに、なぜお腹が空くのでしょう。そういう夢もあるのでしょうか。夢じゃないよ、これは現実だから普通にお腹も空く。ああ、そうそう、現実だから。私のことはラビリスタじゃなくてモサクジアキラって呼んでね。それが現実での私の名前だからさ。はあ、モサクジ様、変わったお名前ですね。まあ、あっちの世界じゃ珍しい名前だろうね。道を模索するって迷宮っぽいでしょ。だから私はクイーン・ラビリンスなんて呼ばれてたわけだね。あんたは確か夏目心が本名だっけ。あんたのお父さんには私ずっと前からお世話になってるんだ。いわゆる一つの恩師ってやつだから、あんたのことも助けてあげるね。あんたのお父さんにお世話になった恩返しだよ、心ちゃん。